餌を与えながら大切に育てられて、約1ヶ月後、1.5 センチほどの大きさになると養殖場へ出荷されます。そして植物プランクトンを繁殖させ、適切な水質に管理された養殖池に放たれて、元気のないエビがいないか、餌の食べ残しがないかなど、毎日池に潜ってエビたちの状態を観察しながら大切に育てられます。これは両方ともオスみたいです。これが 100g。Okay. Sonia. Ah.